メロG メロだよはい、はい、ということで、はい、本日は、はいはい、何今ママのことボンボンってしたん？あ、スキンシップかな。はい、本日はね、購入品動画を撮っていこうと思うんですが本日はテーマがございまして、りゅうちゃん、ただいま小学校6年生なんで、うん、6年生の1、ブー、今年運動会はなかったです。でもその代わりね、スポーツ大会みたいな、ちょっと運動会もどきがあったんだけど、そこでね行われたかけっこで、なんとりゅうちゃん毎年毎年本当にね、足が遅いからビリケツか、それかもうケツから数えて2番目ぐらいになったんだけど、今年のかけっこはね、はい、マジ良かったよね、うん、何位だったの、教えてあげて、教えてあげて。3位。イエーイ、3位頑張ったね。頑張ったから、うん、はい、ということでね、あのスポーツ大会の話は置いといて6年生といえばの一大イベント、あ、わかった、卒業式。違う、早い、気が早い、違う違う、あ、わかった、はい、修学旅行。イエーイ、そう、6年生といえば修学旅行っていうことでね、はいはい、今回修学旅行に行くために、はい、新たに買ったものを紹介していこうかなと思います、はいはい、ただね、ママね、やっぱりね旅行とかってなるとすんごいテンション上がっちゃって、もうお洋服とか、あと足りないものとか、もうすんごいいろいろ買っちゃってさ、びっくりするぐらいの値段になって、ただか1泊2日行くだけなのだからその分ね、りゅうちゃんはね修学旅行楽しんできて、めっちゃ楽しんで、修学旅行は部屋割りもいいし、うんうん、行動班も仲いい子おるし、うん、学習班は全員さ、うん、気が合う子やし、うん、めっちゃいい、うん、最高最高、イエーイイエーイ、はい、ということでね、早速ね修学旅行に行くために買ったものを紹介していこうかなと思います。まずはね、はい、雑貨系から紹介していこうかな。ででーん、プーマの巾着、これね3色セットなんだけど、これは1042円です。こんな感じで3色の巾着なんですがね、こういうのあるとさ、うんうん、お菓子入れたりとか、袋も持っていかないといけないじゃん、うん、袋入れたりとか、ちょっとした小物を入れるのにいいかなと思って、なるほどね、巾着を買いました。ちなみにさ、りゅうちゃんはさ、これプーマなんだけど、スポーツブランド何が好き？いや、そもそもね、うん、スポーツブランドあんま知らない。知らないの、うん、え、ママは、うん、チャンピオンとか、うん、アディダスが好きなんだけど、チャンピオンこんなんやしさアディダスこんなんやしさナイキこんなんやしさほんでプーマこれやで、どれ、うん、わからん、ママがさ、こんなんとかさ、こんなんとかさ、こんなんとかさ見たら余計わからん、ほんと伝わらへん、これで全く伝わらへん。なるほど、続きましてはこちらです。じゃん、クレベ&ハンドスプレー、こちら546円、りゅうちゃん見切れてるよこちら500、見切れてるよ、ね、YouTuber ちゃんとカメラに映って大事だよこの時期。これはね、除菌スプレーだから、もうしっかり除菌しまくってね、うん、アルコール消毒大事、殺菌大事、幅広いウイルス菌に効く、例えばリューチャロ菌とか。続きましてこちら、じゃん、きれいきれい、スプレーとちゃうやろ、どう見てもシートな、きれいきれいの、はいはい、除菌ウェットシート、これはね124円です。机拭いたりとかね、はい、うん、するの、これで、はいはい、なんでや、あれがバイキンや、失礼やな、画面拭いとこ、視聴者さんに失礼やろ。違うよ。何？と、こう撮っとるカメラの画面を拭いた。次行こうか。はい。続きましてはこちら。じゃーん、パンシロントラベル SP。これはね、はい、酔い止めです。657円です。りゅうちゃんね、ちっちゃい時は、もう本当にめちゃくちゃ車酔いがひどかったの。多分ね、いつからか車酔いしなくなって、たんだけど、まあ、一応念には念をっていうことでね、あの酔い止めも必要かなっていうので、これはね、りゅうちゃん、うん、1回1錠ね、はい、1日2回までね、はいはい、はい、
あ、みんな分かってると思うけど、俺案件じゃないよ。これだけ案件な。はい、じゃあ続きましてこちらです。じゃん。クリアクリーンの歯ブラシセット。こちらね、365円です。はい。これりゅうちゃんはね、いつもね、歯磨き粉はね、クリアクリーンだもんね、うん、そう、クリアクリーンのこのね、ちっちゃいサイズの歯磨き粉がついてるこの歯ブラシセットケースに入ってる方がいいかなと思ってこれ買ったの。確かにケースに入ってた方が持ち運びしやすいもん。そう、衛生的でしょ。衛生的。続きまして、こちらじゃじゃーん、リーゼうるおいミントシャワー、お値段325円です。これなんだと思う？あ、わかった、あれだ、あの保湿みたいな。保湿？保湿？小6の男の子に保湿しろって。ちゃうやろ。ちゃうちゃうちゃう。寝癖直す。正解！そう、リュウちゃん、いいマストでしょこれ。やっぱさ、いつも使ってるの結構大きいから、あれ持っていくわけにはいかんじゃん。だから携帯用ね、うんうん、買っときましたよ。ママ気ぃ利くやろ。うん、気ぃ利く。さすがママやろ。だって寝癖直しなかったらもうこんなんやん。髪こんなんやん。龍がいつも使っとんのさ、うん、もうあれやもん、あのあれ、そう、あれ、表面力のやつ、あれ語彙力、あれはちょっとさすがに大きいやん。羽、浮き毛も速攻リセット、いいやん。羽と浮き毛がむっちゃすごいなあ。朝な、寝癖な、こんなんもな、こんなんなってる時もあるもん。あるな。せやでな、これは重要やろ。かなり重要。クシも持ってかなあかんな、忘れやんと。せやな。うん、続きまして、はい、こちら、じゃーん、こちらね、セリアで買いました、なんで110円ですね。これはね、ショルダーバッグです。バスタオルとか、うん、脱いだ下着とか、もう洗濯物はこういうのにね、まとめて入れてきてもらおうかなって。濡れたものとか、うん、あの100均で十分かなって思って、だから濡れたものはこれに入れて帰ってくるんだよ。はい、はい。続きましてはこちら、じゃーん、マスク。マスク5連製。こういうやつの方が、あの呼吸がしやすいかなと思って、サイズが S サイズとキッズサイズとあって、何色がいい、そもそも白と黒どっちがいいかな。グレー。白と黒どっちがいいかな。黒。これキッズサイズ、これが S サイズです。はいはい、はい。そう、 S だ。 S だわ。ちなみにね、 S だったらほら、 こんな、なんかちょっと英語が書いてある感じのこれも買ったよ。なんて書いてあんのこれ。わかんないけど、英語書いてあったかっこいいかなと思って。ちなみにこれマスク5個で4125円です。どんだけマスク買うんだよってな。本当にそうだよね。何日旅行行くんだよってな。でも大丈夫、マスクなんてこれから使えるから。学校にもね、うん、マスク必須だもんね、うん、じゃあ続きましては、はい、旅行カバンですね。りゅうちゃんが選んだんだよね、はい、うん、はい、いいよ、せーの、しろ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 、じゃーん、こちらね、ラットカスタムのボストンバッグです。イエーイ、よかったね、ちょうど赤があってね。ちょうどね、うん、修学旅行用にこんなボストンバッグとか持ってないから、いろいろネットで見てて、アディダスとかなんかいろいろあったんだけど、どこのブランドがいいって、ラッドカスタムって言うから、お、結構大きいね、うん、いいね。なんかちょっとね、心配してたんだ、街がどっちかって言ったら薄いから、こういう感じで縦長なサイズだね。なんか普通さ、ボストンバッグってさ、なんか丸いというか、こういうイメージやん、こういうイメージ。ちょっとあの大きさすごい心配してたんだけど、荷物入るかな実際みたいな感じで心配してたんだけど、意外にね、思いのほか大きかった。こちらね、多分ね、去年のデザインのもんなのかな。ラットカスタム3894円です。中はこんな感じね、結構大きいよね。横にポケットも入ってあって、ここにも入る一応。いいわ、かっこいいじゃん。ここ光る感じのやつやしな。あ、ちょっと縦膝ぐらいになってくれんかな。いいじゃん、似合うね。うん、うん、ちょうどいいでしょ。うん、はい、じゃあ続きましては、はい、こちらです。じゃーん、こちら
じゃーん、スーツ、シューズ、シューズ、どう？かっこよくない？どっちが右、どっちが左？右左わかんないの？バグちゃんなのかな？書いていたろ？右、左って。アホか。こちらちなみに6600円です。言ったっけ？ねえ、ちなみにさ、うんうん、これさ、紐じゃん。うん、結べる？いやー、ちょっと結べない。一回はさ、こうやってこう結ぶじゃん、うん、これできる、この何もない状態からこう、あ、そう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 、こうやってするじゃん、うん、そしたら、うん、で、上から回した輪っかに人差し指に当たるでしょ、うん、そう、そしたら親指をこっちか回してきた方にずらして引っ張る、人差し指掴む。あ、そう！できたー！できた！もう何分かかったのこれ。かっこいいね。うん、どう？ナイキ。いいじゃん、ナイキ。今さ、ママもさ、アキタもさ、ナイキのさ、靴履いてるんだけど、うんうん、すんごい歩きやすい。あ、かっこいいじゃん。いいね。ちょうどいいわ。かっこいいね。うん、いいね。はい、じゃあね、はい、ボス行くよ、ボス、じゃーん、おー、お洋服とかね、うん、新たに新調しましたよ。修学旅行に行くためにかっこいいお洋服買いましたよ。じゃあまずね、りゅうちゃんが、ほら、5つ屋のさ、動画でさ、うん、帽子買って、帽子買ってって言ってたじゃん。帽子買ってあげたよ、修学旅行のために。こちらです、じゃん、ディーゼル。どう？赤い帽子。いいでしょ、赤い帽子。うん。こちら、ジュニアユニセックスキャップ5313円です。かっこいい。なんかどっかのさ、野球選手みたいな。竜といえば赤、赤といえば竜、竜といえば黒じゃない？ここ全部イコールでしょ？かっこいい。これは、後ろは？多分、あの、ここにね、ディーゼルっていうタグがあるぐらいかな。かっけー。でもね、ママはやっぱね、赤もいいと思ったんだけど、やっぱりリュウちゃんといえば黒かなと思いまして、黒のキャップも買っちゃいました。じゃん、こちらもね、ディーゼルのキャップです。こちら、きっとスペアパーツキャップ6600円です。かっこいい。いいね。後ろこれも同じだね、ディーゼルっていうタグが。どう？赤と黒。やっぱ赤でしょ。やっぱ赤？うん。わあ、いいじゃん、いいじゃん。かっこいい。うん、かっこいいね。うん。続きまして、こちらです。じゃーん。なにこれ？これ、おパンチュ。これね、こちらね、ディーゼルの、ジュニアキッドアンダーウェア。こちらね、3色セットで7590円なの。ね、でもね、ディーゼルのボクサーパンツね、かっこいいの。この、なんだろう、お腹のとこにディーゼルって書いてあって、あの、ボクサーパンツとかってズボンからチラ見えしちゃったりするじゃん。ディーゼルっていうのが見えて、かっこよくて。ママずっと前から欲しいなって思ってたんだけど、なかなか売り切れで買えなかって、ようやく今回買いました。赤と青と黒のね、3色セットで、かっこよくない？これ、ディーゼルっていう文字が入ってて。他にもね、種類があって、なんか、迷彩柄とか、子供用のね、かっこいいパンツ探して、ぜひディーゼル検索してみてください。続きましてはこちらです。じゃーん！ジュニアユニセックススウェット、12408円でーす。ほら、リュウ赤好きでしょ？うん。だからね、赤にしたんだけど、まあ、ざっくり簡単に言うと、ディーゼルのパーカー。パーカー、かっこよくない？ディーゼルって書いてあって、後ろに。なんかさ、待って。なんか、あれっぽくない？あれ？ YouTube？ サイズが 16Y っていうのと、ディーゼルは 16Y っていうのと 14Y が、どっちも150からのサイズで、16Y の方が、ちょっと大きめで、まあゆるっときた方が可愛いかなと思って、今回 16Y にしてみたんだけど、ちょっと大きい。可愛い。あ、いいじゃん。YouTube。あ、ちゃうか。続きまして、こちらです。
こちら、ディーゼルの、ジュニアスウェッターズパーカーですね。これも黒のパーカーかな。16,500円です。これはディーゼルの黒のパーカー。これはね、ほら、ただもうどっちかっつったら、さっきのパーカーがあのロゴの感じがこっちとこれが同じなの。黒と同じ感じがこれ。あー、かわいい。いいじゃん。かっこいい。いいじゃん。かっこいいじゃん。ねえ、どっちのさ、パーカー持ってく？黒持ってく。黒持ってく。だってなんか赤と赤にしたらめちゃくちゃ目立つもんね。続きましては、じゃーん、こちらね、ディーゼル、ジュニアユニセックスパンツ。これはね、ズボン、うん、ズボンなんだけど寝る時用。こちら7040円です。パジャマみたいな感じで、ジャージがね、黒に赤と白のラインっていうのがね、可愛くて、はい、紐こんな感じでかっこいいデザインになっております。続きましてはね、こっからね、ラッドカスタムだよ。ラッドカスタム、まずはこちらです。じゃーん、こちら、ラッドカスタムロゴビッグチェックシャツ4950円です。ほら、今回さ、1泊2日あるやん。1泊目はパーカーかチェックシャツで、2泊目は着てない方にしようかなと思って、上着。はい、こちらね、こんな感じの赤のチェックシャツで、後ろはね、こんな感じです。これね、子供に優しいタイプだわ。こっちって取れるボタン、あのさ、こう一個一個はめるやつめちゃくちゃめんどくさいじゃん。これいいね、うん、今回さ、ちょっと160にしてみたんだけど、かっこいいじゃん。え、似合う似合う。後ろ見て。あー、似合う似合う。かっこいい。続きまして、こちらです。じゃーん、こちらラッドカスタムの、ストレッチカラースキニーパンツ3960円です。すごいストレッチがね、いい感じに効いてるから動きやすいんじゃない。これはね、前がね、こんな感じで、ここにラッカスタンって書いてあって、後ろはね、ほら見て、デューチャロチーメロって書いてある。違うよ。最後の、はい、こちらです。じゃーん、ラッドカスタムグラデーション加工ストレッチスキニーデニム、これ4950円です。じゃーん、これはね、なんか下がちょっと薄くなってんの、色が。後ろはこんな感じの刺繍が。これもね、160のサイズにしました。はい、ということでね、はい、今回は修学旅行のために買い足した購入品紹介だったんですけども、これ全部、うん、総合計、はい、いくらでしょう。じゃあ、リュウの予想としてやる、うん、3万円。こちらもパッパカピーがいました。残念、ブー。総合計は87,099円です。修学旅行って怖いね。修学旅行って怖いわ。いや、旅行が怖いわ。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろめろ。バイバイ。ちなみにさ、はい、今回いろいろさ、はい、買った中で、うん、何が一番お気に入り？あ、これかな。チェックシャツ？ママ結構チェックシャツも好きだし、パーカーも好きなんだけど、リュウちゃんはどっちが好き？うん、どっちも好き。ママはどっちが好き？どっちかって言ったらパーカーかな。ねえ、リュウちゃんさ、うんうん、いつもママがお洋服選んでるけどさ、うん、自分でさ、うん、コーディネートしないよって言ったらできんの？リュウがやると、残念。かなり残念なこと。ママいつまでさ、うん、リュウちゃんのスタイリストしたらいい？どうしよう、35になってもママお洋服選んでって言ってたら。いや、さすがにそれはないよ。本当？多分。多分。多分。怪しい。